エントロピーは増大する。我が家の子供部屋はいつも散らかしっぱなしで足の踏み場もないとお感じのお父さんお母さんいませんか仕方なしに掃除してあげてもやがて同じ状態になるはめに。そうなのです。いくら整理整頓していても使えばバラバラ、ゴミは散乱世の中の常はそうしたものです。という科学法則があるのです。 それはエントロピー増大の法則と呼ばれています。エントロピーエントロピーとは無秩序な状態の度合いを示すものです。すべてのものはなるに任せて放置すると無秩序混沌の方向へと流れていきます。つまりエントロピーは常に増大の方向にしか向かわないというわけです。エネルギーの世界でのエントロピーでは。 高いところから低いところへそして大きなものから均一で小さなものへという方向です。世の中は時間が逆戻りしないのと同じように取り巻く環境すべてがこのエントロピー増大の法則に逆らえません。というわけで子供部屋は誰かが時折整理整頓しない限りきれいにはならないのです。